揺れてますけど、こう触っても痛くないんですか？うん。うわそっか。お口開けてください。口元美容香りです。マジ歯周病って怖いよな。なんでかってさ、痛なれへんねん。ほんまになかなか痛くなんかならへん。虫歯とかやったら、冷たいもん熱いもん染みてくる、ピーンとくる、ジンジンするとか痛みが出てくるから、うわ虫歯ちゃうかなって気づけるやん。でも歯周病は歯茎の病気やねんな。歯茎って血液がビュンビュン流れててやな、白血球なんかで免疫があって、よしばい菌やっつけたろって常に頑張ってくれるから、慢性的にじわーっと悪さしていくのよ。痛ならへんねん、よっぽどなかったら。だから怖いねん、気づかんやんか。揺れてる歯でもだいぶグラグラまで揺れてけへんかったら、自分で揺れてるなんていう自覚ないのよ。気づいた時はあやばい、もうさよならかもしれません。なので歯医者さんに行ってチェックせなわからんのよ。で今回はずっとグラグラしてきてんのを分かってたけど、いけるとこまで使おうかって頑張ってた歯がとうとう使えなくなりました。残念なお話です。こんにちは。こんにちは。何が起こりました？一個は何ですか？二つは、時々痛みがあるぐらい。ここまでよう頑張りましたよね、この歯もね。ね、ほんまほんま。どうなってんねやろみたいな。どうなってんねやろ、ほんまにね。塗り薬からいきますわね。もうほぼ根っこ見えてますね。歯茎から出てね。めっちゃ揺れてますけど、こう触っても痛くないんですか？うん。うわそっか。嫌な感じします？うん。痛いですか？噛んでください。深い傷にはなってないんですけど、歯茎が下がっちゃってるんで、うん、でも表面的にもレーザーしてるんで傷口は早く治りますので、はい、もうしばらく噛んでてください。はい、根っこめちゃくちゃ見えてしまってたし、あんだけグラグラやったらもう骨が支えてるわけがなく、周りの肉が筋だけが歯を支えてたみたいな歯やからポロンと取れてしまいましたわ。それでもやっぱり自分の歯として長年持ってたもんやから、体の一部やん。こんななくなるの寂しいことやん。いけるとこまで使いたい、その気持ちもほんまにようわかるし、大事に大事に最後まで使えたら一番やんな。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。歯を大切に。